皆さんこんにちは。ご紹介をいただきました生活の党幹事長を務めさせていただいております鈴木でございます。本来なら代表であります小沢一郎がこちらにお邪魔をし披露をさらしさんと心からなる応援をさせていただくところでありますが、他の地方に行ってまいっております関係で私が代わりに参りましたことをお許しをいただきたい、ご理解をいただきたいと思います。そして皆さん、4日から始まりましたこの選挙、ある意味では日本の将来をかける大変重要な選挙である、このように申し上げたいと思います。なぜならばこの参議院の選挙は言いますと、おそらくあと3年間は国政選挙がないであろう、このように言われております。もちろんその間に衆議院の解散総選挙があれば別でありますが、おそらく安倍総理はこのようなことはしない、このように思います。ならば今回の選挙はまさに日本のこの選挙の3年間を決める大変重要な選挙だとこのように思っています。さて皆さん、先日東京の都議会議員の選挙は終わりました。ご案内のように自公の圧勝でありました。自民党の候補者は全員当選、公明党の候補者も全員当選。これは皆様ご案内の通りであります。なぜこのような結果になったかということでありますが、まさにアベノミクスであります。アベノミクスは言うまでもありませんが、大企業やお金持ちにとってはこんなに都合のいい制度はありません。しかし本当に地方もアベノミクスに湧いているような状況でありましょうか。私は生活の党の幹事長として全国あちらこちらに回させていただいておりますが、全く東京とは状況が違います。東京には大企業も本社はほとんどあります。そして日本を代表するお金持ちは東京に見えます。したがって株が上がり円が安くなって輸出が伸びるや、そういった大企業やお金持ちには大変好ましい状況かもしれません。しかしその陰で中小零細企業をはじめ多くの国民の皆さんは給料も上がらない、雇用の回復もない、しかし物価だけが間違いなく上がっていく、そして税の負担も大きくなっていく、こういう状況ではないでしょうか。ますます格差が広がる、こういうことが言われております。我々は生活の党は小沢一郎代表が20年前から全く変わらず同じ趣旨のことを国民の皆さんにお伝えをさせていただいております。それは国民の生活が一番、政治は生活なんだということであります。皆さんも国民の皆さんの幸せがあってこそ政治であります。今のような弱肉強食、大企業や金持ちだけがいい社会では私はこれはなってはならない、このように思っております。皆さんどうかそういう意味で今回の選挙で東京都議会議員の選挙と同じような結果で与党が圧勝するならば、その後に控えているのは明らかに憲法改正、そして農家を守れない TPP への参加、そしてまた国民の
生命を危うくする再原発の再稼働ということになるんじゃないでしょうか。皆さん、やはりこの流れを変えましょう。原発の国有化を人ばかりに中国に進出をしていた日本の企業が大変な迷惑を被りました。場合によっては廃業を余儀なくされたところもあります。今回憲法改正を強行するなら、必ずや東南アジア諸国、アメリカも含めて日本に対しての警戒感を強めてくると思います。今そんなことをする必要はありません。今こそ消費税を無理に上げるんではなくて、むしろ税金の無駄遣いを徹底的になくしていく、これが大事なことではないでしょうか。皆さん、先日新聞で発表がありましたように、会計検査院が1兆8000億円の無駄遣いを指摘をしております。消費税を上げる前にまさにやることがあるんだ。私たちは20年前から無職に国民の生活を守る、このことを言い続けております。どうか生活の方に対して最後まで皆さんのご支援をいただきたいと思います。そして今日私が何としても皆さんにお願いをしたいのは、ヒロの正さんであります。ヒロさんは今回3期目の参議院選挙に出馬をいたしました。そして全国比例での出馬であります。投票用紙が2枚いきます。そして2枚目の投票用紙には広野正と何としてもご記入をいただきたいわけであります。富山の生まれ、富山で育ち、富山を愛し、そして日本の国を愛する広野正、東京大学を出て、そして経産省で20年日本の国の将来のことを懸命に努力をしてきて、国を変えなければ国民の皆さんの生活を守らなければという思いで政界に身を置いたわけであります。以来衆参合わせて13年間国政で努力をしてきました。どうか一つ広野正、小沢一郎代表が最も信頼をし、そして党の副代表に任命をいたしておりますこの広野正を、皆さんの手で、富山の皆さんの手でもう一度国政に送っていただきたい、と代表して幹事長であります私から富山の皆さんに心からなるお願い、心からなるお訴えを申し上げまして、私のご挨拶を終えさせていただきたいと思います。